ディマーの覚え方。まあ、このディマーちゃんはね、最後に E がついてディミュアーになるとね、形容詞になってね、全然違う意味になっちゃうんですけどね。まあ、それを踏まえて前回はね、デマーとディミュアーの覚え方ってやったんですけどね。まあ、一つずつちゃんと覚え方作った方がよかろうと。ね。ということでね、もうまさにこの文一個でお腹いっぱいですよ。もうニュアンスがわかりますから、この文一個でね。ディマーちゃんは、バスターン頻度 C ですか、バスターン頻度 C で SVL レベル11っつってね、もうバスターン C とかもね、もう覚えてないで、もう英検受けるやつはもうアホですよ。全部覚えてから行けっつってんの、ほんのにな。もうなんでしょうね、ディマーちゃんね。この文一個でね、まさにニュアンスがわかりますから。ちょっと今日は真面目に読んでみますか、一個しかないからね。東京ディズニーランド at first demand, but eventually agreed to host the ceremony. つってね。こんなことあったつって。Host the ceremony? 東京ディズニーランドがつって、東京ディズニーランドちゃんは最終的に、そのセレモニーを行うことに、合意しましたっていうことですか、その前に at first demand でしたつってね。で、何やら、後ろの方に、ゲイとかレズビアンカップルとか言ってるし、で、おまけに文のタイトルは、ウェディング&ホワイトドレスって書いてあるから、まあ、多分これは同性婚を東京ディズニーランドでやっちゃおうぜって話ですかつってね。東京ディズニーランドちゃんはね、ゲイとかレズビアンのカップルがね、挙式あげたいんですけど、って言ったらね、どうするかっていう話ですよ。とりあえず最初は。ね、私たちゲイだし、私たちレズビアンなんですけど、東京ディズニーランドで挙式したいんですけど、つったら、最初はね、最初は、ちょっとってことでしょ、できればってことでしょ、けどそんなこと公に言っちゃうと叩かれそうだしな、つって、じゃあしょうがないか、つってね、イベンチュアルアグリードつってね、じゃあこれなんとなくわかるでしょ、このディマーちゃんね。どうですか、推測できました。じゃあ私が推測しましょうか。ディマ知らない前提でね。こう、後ろの方を見てね。あ、多分ゲイの挙式だなっつって。だから、東京ディズニーランドは最初はふざけんなボケっつって。ふざけんなボケっつって。ふざけんな変態どもっつって怒鳴り散らしたが、最終的には、いや、ちょっと違うなっつって。そんなん言ったらちょっと問題になるぞっつって。もうさすがに変態どもと言って怒鳴り散らかしたはちょっとまずいぞっつってこのご時世まずいぞっつってね、もう昭和ならありだけどっつってで、しかも2022年の記事だしね、これがそうね、1972年だったらその役でも OK かもしれないけど、さすがに2022年となるとね、コンプライアンスがねいろいろ問われちゃうから、東京ディズニーランドは最初は難色を示したかなつってね。難色を示したが、結果的にはかなつってね。で、まあ、異議を唱えるとかね。難色を示すとかね。まあ、拒否する。拒否するまではいかないかなみたいなね。ニュアンス的にね。だってそうじゃん。これどうすんの、俺、これ最初は拒否したがつって。最初は公に拒否したがつって。拒否しちゃうのつって。2022年だよつって。もうだから、なんつうの、ちょっと厳しいんですけど、みたいな感じのニュアンスね。それを日本語で言うと難色を示すでしょ、まあ、異議を唱えるとまではちょっとね、ニュアンスが伝わらないですけどね。ちなみにね、その2017年に、ディズニーで挙式した、何カップル、は今はなんかね、子供が欲しいんだとか言い出してね。どうしようっつってる記事でしたけどね。どうなんですかこれ。だってどうすんのこれ。どうやって精子作んのどうやって精子作んの何ですかこの人は。何、お父さんから借りてきますか。本当にもこれはどうですかね。厳しいよな。だって精子ドナー探すっつったってよ。どうやって探すのっつ話でしょ。子供になって説明すんのよ。精子ドナーで生まれてきたのよ。つって。そしてこれ二人いるけど、どっちが妊娠すんのよ。なあ。しかもこのディズニーちゃんもね、もうなんか、結局あれでしょ、まあ、レズビアン同士の、この、あれ、カップルで、で、しかもなんかこう、ちょっと美人だからなんか絵面的にセーフだろみたいな感じでやったんでしょうけど。偏見ですか？
これどうですか、これ、これゲイだったらこれ許可出た？ああ、なんかな、その辺もちょっとなんか鼻につかない、なんか。お前どう考えてもこの絵面的にありかどうかで判断しただろうみたいな感じしない？これだけ？あなた、これを見てどう思いますか？つってね。そうね。まあ別にいいけど、勝手にやればいいけど、つってね。このね、こういうね、こういうセンシティブなね、ゲイとかね、レズの問題でね、私が一番言いたいのはね、もう一番言いたいのはね、こう、なんつうの？この世間的にもね、こういうのは認めるべきなんだ、つってね。そういう風に言うんだとしたらね、この24回間のね、男女版作ってくれと。もうこいつらだけずるいぞっていう話でしょ。知ってる？これ。もう俺、これがある限りね、ああいうのに反対ね。これ、もうこれの男女版作れっつうんだよ。これ知ってますか？知ってますか？これ。もうなんかゲイ専門のサウナ、もうあれなんですよ。ここにいる人たち全員ゲイなんですよ。でもゲイ同士がもう裸でなんかちちくり合ってるっつってね。もうそんなもん男女版があったらもう即逮捕でしょ？本当にな。もうこういうのをビシッと規制するんであればね、さっきのもうこういうのもね、手放しでね、もう賛成しますけどね。もうこういうのはもうなんか規制しないわ。で、おまけにこれの男女版はないわ。本当にな。ですかね、なんですかね。もうバチッと言っちゃいましょう。私が鶴の一声でね。だからもうあれだ。もうこういうのをね、ありなんだろうか、なしなんだろうかとか言う前にね、性別という概念をなくそう。もうトイレも性別なしっつってね、そうすればもうあれでしょ、もう効率的じゃないトイレとかね、更衣室とかね、一つで済むんだから本当に。もうそれでしまいでしょ。性別という概念をなくせばもうこんなもん何の問題もないでしょね。だから今日から性別という概念禁止。鶴の一声ですよこんなもん。ねえ、こんなんやったら怒られますけどね。いや、怒られねえよ。ほんのにも全然再生されねえんだからよ。ほんのにもなんかもうなんか、こんなん動画上げりゃね、3000再生とかね、行くんだったらね、こんなんやるわけないじゃん。そうね。一応、ごけんちゃんもいますか？ねえ、D が脅威で。で、この後ろのマーはね、モラトリアムとね、親戚だって。だモラトリアムってなんか遅らせるみたいな感じするでしょ？だから、ああそうかっつって、だからまあ拒否するっていう感じじゃないのかっつって、なんとか、いやちょっと厳しいかもしれないですねみたいな感じで送らせる感じ、それがデマーなのかなっつってね、あディマーか、D ね、ディマーなのかなっつってね、覚え方こデミムアウドディマーアタハデビュー、デミムアは彼女のデビューに難色を示しただろう。さあれだ、推測して彼女って誰だろうっつって、デミムーアがっつって、彼女のデビューをっつって、難色を示すっつって、なんだろう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 ねっつって。デミムーア would demur at her debut. デミムーア would demur at her debut. デミムーア would demur at her debut.私も女優だし、お父さんも有名な俳優だけどねっつって、あなたはちょっとねってことでしょ。デミモア知ってますか？デミモアとブルース・ウィルスの娘がこれですよ。だからね、お母さんとお父さん見習って私も女優になりたいんだけどって言うんだけどね、ってことでしょ。まあなくはないけど、っていう。なんでこうなるかね。なんでブルース・ウィルス成分が多く出ちゃうかね。親心としてはね、自分も女優だしね、お父さんも俳優だからね、ちょっとデビューさせてあげたいけどっていう。ちょっとお父さんの成分、お父さんの成分がこう、出過ぎちゃってるから、つって。けどまあ、私が仕切ればなんとかこう出せるけど、つって。でもやっぱりお父さんの成分がよく出ちゃってるから、つってね。もうまさにこのね、ディマーのね、もう意味がしこたまわかりますじゃん。しこたまわかりますよ、こんなんね、デミームは。ディマー。どうそんな言っても今日もどうせ再生されねえんだろ。もうやだよ、もうちょっと、もうレイブン大使とかから、もうレイブン大使とかから見て、もうほんまにもうな。もうすんげえ嫌になるよ、もう毎日毎日さ。もうなんかもうどうしようもないんだよね、このチャンネルな。もうなんかな。どうせいいんだろうな、これな。
で、こうやってよ、毎日毎日、1日60円で地平道を吐きながらね、もうやってる人間に対してね、あんまりふざけんな、つってね、ちゃんと真面目にやってる人もいるんですっていう人いますからね、もうそういう人向けにね、ディマーのね、英辞書をね、引いてね、ちょっとクイズ形式にしてみましたからね、ちょっと埋めてみてくださいよ。ディマーとは、トゥーディナンダナンチャラは、なななんちゃらはなななんちゃらんど、プロなんちゃらなににはプロなななにんなビューオブなんどなんどなんだつってね、なんでしょうつって、もうこんなもうお前一日60円である分量じゃないだろこれ、もう一日60円でどんだけ手間かけてんだよ俺は、よもうほんとなんかふざけてない、もうあなたあなた方がちょっとね頭おかしいですよ、私にここまでやれっつうのは。チンチロ覚えないよ。もう適当に厨房を教えてるなに、こう何が塾の先生とかだってよ、もっともらえるでしょ普通に。それよ大人向けにね、やってるっつうのにね、一日60円。もう意味わからんやろもうほんのにね、もう答えも載せときますからもうほんのに。まあ意味的にはね、やっぱりね、まあ出ない、出ないっていう感じはそんなにないな。まあ普通だったらね、ディミュアとは、デナイモアソフトリーとか、デナイモアソフトリーって覚えるといいですよ、つってね、どうせ一ノ瀬先生だったら言うんだろ本当に。で、お前らあれだろ一ノ瀬先生すごいですとか言うんだろ、もう、ほんのにもう何なんだよ、ほんのに。つくづくやんなら、もう今日でやめます。皆さんに大切なお知らせがあります。今日でやめます。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。